眼科医の平松です。今日は緑内障の方が、ちょっと進行してるかなって不安になることってあると思うんですよ。とはいえ視野検査って、そんな細かくやれるわけじゃなくて、場合によっては3ヶ月に1回とか半年に1回とか、それこそそうだな、すごく細かくても毎月ぐらいだと思うんです。で、やっぱり心配になっちゃって、進行してるかなっていうのを家でざっと調べる方法っていうのを今日はご紹介しようと思います。それがカレンダーのチェック法になります。これカレンダーね。これある月のカレンダーで、真ん中を見るんです。で、左目を隠して右目、右目を隠して左目で、この真ん中を見てください。で、目は動かしません。動かさないで、どのぐらいの範囲が見えるかなっていうのをちょっと認識してほしいんです。緑内障がごくごく初期であれば、全然普通に見えると思います。だんだん進んでくると、ちょっと欠けてくるなとか、なんかちょっとここが見づらいと。欠けてくるって感じよりは、なんていうかな、あることに気づけないってイメージがあるんですよ。よく緑内障って視野が欠けるっていうのを絵で表記しますと、どうしてもこんな感じの絵になっちゃうんですよね。こんな感じの絵。でも、実際こうやって黒く見えないわけではなくて、本当はそこに何かがあるんだけれども、何かがあることに気づけないっていうもんなんですよ。なので、例えばこうやって片目見たところで、ああ、ここが全く欠けてるなって感じるよりは、今言ったカレンダーみたいのを見ていただけると、あ、6のところだけがちょっといまいちわかりにくいなとか、つまり本来はここに何かがあるんだっていうような画像を見ないと、ちょっとわからないわけなんですよね。だからこそこれを、できれば月に1回、ごく心配な人の場合は毎日チェックしていただけるといいかなって思います。ただこれを、例えば朝晩やったからって急に変わるとか、そういうわけではないので、1日1回、そのぐらいで結構です。じゃあ、どのぐらいの距離でカレンダーを見た方がいいのか。結局、あんまり離れすぎちゃうと、それは小さいから全部見えますよね。近づきすぎれば、それは僕だって全部見えないわけになってくるわけなので、適切な距離っていうのがあります。基本的には、だいたい30センチぐらい。30センチぐらいにしていただいて、全体像を見ていただくっていうようなのがいいと思います。で、30センチにして、カレンダー全部が見えなきゃいけないわけじゃないんですよ。これポイントなのは、じゃあ例えば右目でね、こうやって片目隠してみました。30センチの距離でカレンダーを見ます。だから、普段カレンダー見るときよりはちょっと近いと思うんです。そして、今の状態をまずは把握してください。その上で、今日と明日、明日と明後日、つまり差を見てほしいわけなんですよね。片目で見て、あ、私カレンダーが全部見えないんですけど、これはまずいのかなって思うかもしれないけど、30センチの距離でカレンダー全部見えるかどうかは、カレンダーの大きさとか物とかによってちょっと変わってきてしまうので、30センチに近づけたからカレンダーが全部見えるわけではないと。わけではないけれども、大体本読むぐらいの近いですよね。近い距離でカレンダーを全体像を見ていただいて、さて、どこが今見えているのかっていうのをチェックしていただくっていうことになります。じゃあ、これで全ての視野がチェックできるのかっていうとそうではないんですね。具体的には今ので1週間に1回とか、毎日でも1週間に1回でもチェックしてほしいんですけど、視野ってよく私も他の視野の動画とかもいくつか出してますし、今後もそれの詳しいのまたお話ししてきますけど、一般的な緑内障の検査、ピッと押すやつで眼科でやるのは24度または30度の検査です。24度とかっていうのはこの角度ですね。子供の頃分度器とかで測ったと思うんですけど、それが24または30度の大きさの範囲が見えてるかっていうのを見るのが一般的です。じゃあ、視野って見える範囲そのぐらいなのかっていうと、実はもうちょっと見えてます。鼻側が60度、耳側が100度、だいたい見えるんですね。鼻側だけなんで小さいのっていうと、これ鼻があるから邪魔なんですよ。で、見えないと。当たり前ですね。で、上側が60度、下側が75度。なんで上の方が見えないのっていうと、これまぶたがね、上まぶたがかかってくるわけなので、見えないっていう風になってくるので、それを、頭に入れていただけると、いいかなっていう風に思います。そうしていただけると、視野って、私たちがよく眼科でチェックしてるのは30度の範囲だけです。極端な話、この30度の範囲が全部全く見えなくなったからといって、完全失明なのかっていうと、実は違うんです。30度の範囲が見えないだけなんですよ。
だから、今言った60度とか75度とか、まあ、ね、そうやって、まあ、左右足せば130度とかになってくるわけじゃないですか。この範囲が、上下足せばだ。この範囲がどのぐらい見えなくなってくるかってなると、もうちょっと先があるんですよ。だから、まあ、私の動画とかでも MD30 になるとっていうのが、まあ要は具体的に言うと30度の範囲がほぼ全部見えなくなると、まあ、失明に近いような状態ですって言ってますけど、これは完璧な失明ではないんですよ。まあ社会的な失明みたいな表現をよくしてますけれども、日常生活には相当不自由な視野になりますという意味であって、光も見えなくなるっていうのにはもうちょっと間があるっていうふうに思っていただいていいです。この視野検査とかこのカレンダーの検査をやっていただくとわかるんですけれども、改めてチェックしてみると、あ、ここが弱いんだなとか、あ、ここが見えてるんだなっていうのが分かってきます。そこで覚えておいてほしいのが、もしこの本、自分でできる人生が変わる緑内障の新常識を持っている方は、今話してるのって、24、5ページの96と26、7ページの97。のところになりますんで、持ってる人はちょっとそれ見ていただければと思うんですけど、こういうふうに見づらいところがあるんですけど、なかなかちょっとわかりにくい。だからこそ、いや、私は初期だから全然大丈夫かなとか、いや、なんかこうボーダーライン程度だし、はたまた緑内障だと言われたけれども、いや全然見えてるんですよって思うかもしれない。思うかもしれないんだけれども、それっていうのは右左の目で補っちゃってるって部分もあるし、今言った検査をしていただければわかるけど、こうやって欠けているのに気づきにくいっていう部分も相当あるんです。ってなってくると、それでは気づかないので、まあ本当はもっともっと治療しなきゃいけないのに、まあいいかなって言って目薬忘れちゃったりとかしちゃうことがあるので、まあ、次回他の動画で盲点とか、あなたがどんだけ見えてないかっていうのを、まあ、実感するような動画っていうのをお出ししますんで、まあ、それも見ていただけるとより良いかなっていうふうに思います。でも今日言った大切なこととしては、セルフチェックも意外と重要だってことです。もちろん進行の指標とか治療をどうするかっていうことに関して言うと、やっぱり医療機関の視野検査が最も重要です。なんだけれども、あなたにとってみると、じゃ、検査が上手ですと。でも、普段の生活で不自由だったら、これ話にならないわけじゃないですか。何度も言ってますけど、緑内障の治療っていうのは、あなたの視野を良くする、あなたの見え方を良くするのはもちろんなんですが、あなたの人生を良くするための治療なんですよ。だから、医者が、ああ、検査上はいいですって言ったとしても、あなた自身が、いや、見えないなとか、これで不自由だなって感じたら、それはダメなわけです。ということで、見えないのを実感していただけると、補うこともできるんですね。これ、なかなかうまくいかない人もいるし、うまくいく人もいるんで、まあ、ちょっと実験的にやってほしいんですけど、特に両目開けて、まあ、ちょっとここが見づらいなとかっていうのを実感できる方の場合は、例えばそこにあるものっていうのを見るときどうすればいいか。患者さんによっては顔を動かしてみるっていうのが便利な人もいる。目をキョロッと動かして見るのが便利な人もいる。で、これは無意識にやってる方もいるんですね。ある研究では、右側が見づらい人が車で運転してると、じゃ右側から来た人の事故をしてるかっていうと、意外と違うんですよ。左側来た人の方の事故が多かったりするんです。なぜか。右が欠けていることをちゃんと自分で理解してないから、ほぼ無意識に右側を補おうと運転しちゃってるんですよ。まあ、顔を動かしたりとか、目を動かしたりして、ってなると、こっち行くじゃないですか。こっちがおろそかになって、結果こ、左側で事故しちゃってる。え？欠けてんのは右側なのになぜか左の擦るとか事故が多いってことがあるので、今日の話を知っていただけると、例えばスポーツをするであるとか、本を読むであるとか、普段転ばないようにするって時に、生活上もとっても便利になるので、覚えておいていただければと思います。で、まあ、今日もちょっとお話ししましたけれども、この自分でできる人生が変わる緑内障の新常識っていうのが、まあ、こういうのも含めていろいろご紹介しているので、まあ、ぜひぜひ本当に役に立つ本ですので、本屋さんとか、まあ、ネットとかでも結構ですので、手に取って見ていただけると、あなたの人生を本当に変えることができるので、まあ、ぜひ見ていただければと思います。また、チャンネル登録とベルマークっていうのを押しといていただけると、まあ、本買うのは嫌だなって人の場合でも、定期的にこれを配信していきますんで、まあ、ぜひぜひよろしくお願いします。